T. B. S. ポッカース。皆さん、お待たせいたしました。今夜お送りする一夜限りの復活、低み特集でございます。でも、一体低みって、一体どんなものなのか、いまいちわからないリスナーの皆さん、きっといると思います。番組構成作家、古川さん、どうやって低みを説明いたしましょうか。 はいい番組構成作家古川でございますやはり一番わかりやすいのは過去の「ひくみ」の投稿の名作と呼ばれているものをお聞きいただくのが一番いいかと思いまひくみの名作誰もが「ひくみ」といえば思い浮かぶあの名作繰り返し味わわれている古典と言ってもいいかもしれません、ね、あー低いあー低いあ <laughs> 低いおなじみの、うん、低いオぶ低いということですか低いミンオ低いう言っていただいても構いません<み>、うん、しかし我々が今それを読み直していって したとしてもですね、まあ我々の読みではですね、この低みの高みが表現できませんね。おっしゃる通りでございます。低みの高み。うん、と思っていたところにうってつけの音声素材がございます。音声素材。 まずこの「ひくみ」というのは2018年9月にですね書籍になっておりますライブスター歌丸もうなった人生を変える最強の自己啓発み僕がこの本に対するスタンスは何なんですかねライブスター歌丸もうなったってさそんな本はないでしょ感心しているという立場じゃないですか感心してるいいなと思ってあともう一つ気になるんですけど自己啓発っていつもこれ読むたびに説明いるなと思いながら自己啓発っていうニュアンスの言葉に啓発の経営が低い ってなって自己啓発。自己啓発って言葉ないですね。ないですね。ねはい、ありがとうございます。あなたの低さを発揮してくださいと。と、はい、そういうことです。うん、こちらがなんとですね。この度。 オーディオブックとしてて発売されてるんですオオーディオブックっていうのはその文章を朗読しているようなやつですよね、はいはい、ですからあの視覚の障害があってこう文章を読めない方はもちろんのこと忙しくてなかなか本を読む時間がないなっていう人も移動中であったりとかっていう時も車、ね、の中電車の中で聞くこともできるとオーディオブックっていうのはだってあれでしょこれは夏目漱石だなんだってそういう村上春樹だってそういう人たちそうそうたる面々が人影の,、ね、の者たちがオーディオブックなわけでしょ、はい、これはそのラインナップの末席に我々がですね 今回この度加わったということでその音声からせっかくですから低めの名作をお聞きいただこうと思いますで、やっぱり全ての文章が音声化されているので、えーうん、投稿の文面に加えて 放送で実際に私と歌丸さんがですね投稿を受けて行ったまあ対話があるんです対話っていうかラジラジオの受けですよね。いやまああの思考を深めていくようなやり取りみたいなのがあるわけなんです。これも音声化されてます。でこれもぜひ一緒に味わっていただきたい。これあれじゃないあのハシピ改めハシケイユところのさラジオトークのカバーじゃないこれ。限りなくそうです。ねしかも一人の方が読まれていてあのこれからお聞きいただく音声は非常にですから。 念用な音声です。<laughs> あの機械な変わ聞いたことない感じの気分になると思いますので、是非しその味わいも含めて聞いていただきたいと思います。<laughs> え朗読されてるのはですね <laughs> 俳優声優の藤井剛さんという方です。では、ひくみの古典クラシックの音声お聞きください。どうぞ。一一生電車賃がかからなくなる方法。T 君その一。 私のののの大学時代の友人の T 君の話です彼は別に家が貧乏というわけでもないのに極度の倹約家で外食は一切せず家で握ったおにぎりを毎日食べて居酒屋に連れて行っても水しか飲まずおにぎりを取り出して店員さんに怒られているような男でした当然服もダサく大学1年で T 君と初めて会った時彼は どこで買ったかわからないような苔のような緑と酸化した十円玉のような青のストライプのシャツを着ておりそのシャツの胸には下半身が魚の人間をかたどったポロ・ラルフ・ローレン風の刺繍が入っていました特に異様だったのは靴で雑貨屋で1200円で売っていたバンズのスリッポンの偽物を穴が開いても履き続け布部分と靴底のゴムの部分が剥がれたら ガムテープで補修しガムテープに穴が開いたらその上からガムテープを貼り大学3年の時点で T 君が履いていたのは靴ではなくガムテープの塊でした一般的に靴は履くものだと思っていましたが彼は靴を巻くもしくは靴を貼ると言っていましたそんなある日 T 君は大きな買い物をしましたそれは 2万円ほどのママチャリで T 君はこれで一生電車賃かからないぜとはしゃいでいました。自転車を手に入れたことがよっぽど嬉しかったのか T 君は僕に初めてラーメン食いに行こうぜ奢ってやるよと誘ってきました。僕は原付で T 君は自転車で大学から2駅ほど離れたうまいと評判のラーメン屋さんに向かいました。 あと3、400メートルでラーメン屋というところで、T 君が自転車のスピードを上げ、店が定休日じゃないかどうか見てくる。お前はゆっくり来い。と、自転車の性能を見せびらかすように、僕を追い抜いていきました。T 君がすさまじい速度でペダルをこぎながら、猛スピードでラーメン屋に近づき、そのスピード感を保ったまま、自転車から飛び降りようとしたその時、T 君の足とペダルと、 T 君の足にへばりついていたガムテープが混然一体に絡まり合い T 君はバランスを崩し「なー」っと叫びながら盛大に地面に叩きつけられました自転車は多分一番大事な部分のパイプがひん曲がり大規模な知恵の輪のようでしたすりむいた以外は大きな怪我のなかった半泣きというか全泣きの T 君と とりあえずラーメンだけは食べようと店に入りました。券売機を前にした T 君は、耳を疑うような言葉を口にしました。おごってくれてもよくない人間の低みを垣間見た瞬間です。ラーメンはおごりました。ちなみに T 君は現在、富山県で自給自足の生活をしながら、書道家として生活しています。茶立なマヨネーズ。 ああ、あ、あれ、これ受けもあるんじゃないの、これはいいんですか、これは。ここ終わり。いや、えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね、受けも本来あるはずなんですが、受けがない方の音声を今流してしまったかもしれないんですが。これ本来は、この後、<laughs> <あ>えー、歌丸、なんとか。うん 古川なんとかっていうふうな受けも入っていきますあ、なるほどね、はい、ちょっと後ほどはじはそのバージョンというかねそれのねあのあれも聞かせていただくてに、ね、とにかく久しぶりにこれ投稿聞いたらすごい破壊力ああウレンさんどうですかもう、ね、これ投稿センス半端ないですね文章うまいからね文章がめちゃくちゃうまいだってちゃんと伏線貼ってるじゃないですか、うん、そうだね、うん、ガムテープ <laughs> しかもおごってやるよからのまさかって思わせるおちの,の一言おごってやらってくれってこれ脚、ね、脚本力もす,ごいすごいか、でもじ前日の人間ですから、これは T 君というのは。はい、これちなみに茶ツなマヨネーズさんという方の投稿なんですが、はい、T 君は後にシリーズ化していってです、ねはい、T 君の後のエピソードなんていうのもこの後、えー、本の中に収録されていくことになりますね。それ、ね、れだけの人物ですから T 君と友達になれるって ちょっと大変かもしれないけど一生の財産でまあ確かにねちょっとねいいやつ風なとこもあるんですけどやだってだって友達原付き乗ってんのに自分が出して空いてるかどうか見てきてやるよって確かに性能をアピールしたいのかもしれないけどいいやつですよね。あとやっぱ何と言っても味わい深いのはこれで一生電車賃かかそないう問題だって自転車を本来購入す。るモチベーションってああのま 家からなんだろう、うん、駅まではい、はい、ちょっと歩いて10分かかるから自転車がいいとかそういう気持ちね <laughs> <laughs> 公的交通機関の代替物って考えないもんね別にねうんす,、うん、すごい男ですよこれはね。しかもそれ自給自足してるっていうのがずっとこうその感覚地、うん、で言ってるのが、ね、富山ですからね。 はい。ということで、でも改めて非常に端正な読みで聞くと、またまた味わいが増すというね、ね特集でございます。さあ、ということで今夜はこちらの特集、改めてお送りしましょう。帰ってきたひかみ すごい、うないさん。せーのも言ってないのに、なんで会うの <laughs> <laughs> マジでやばいんだけど。息を読みました。さすが、特集コーナー、ビヨンドザカルチャー、改めまして、パーソナリティはラップグループ、私、ライムスター歌丸です。そして、木曜パートナーのうないりさです。ということで、今夜は帰ってきた、ひくみ特集でございます。前身番組、<laughs> ライムスター歌丸のウィーケンドシャッフル内で放送していた人気投稿コーナー、それがひくみです。えー、ひくみとは何か 誰にも迷惑はかけてさっきの T 君で言いますと、うん、別にあの自分がねどんなガムテープの靴履いてようが、はい、あのポロのパチモンのなんか着てようが別に迷惑かけてないですし、はい、まあ,あの怪我はね あの気をつけなきゃいけませんけどうん、うん、まあその犯罪ではないですよ、まあ、酒屋ににのおぎりはそれはマナー違反かもしれませんが <laughs> あの基本的にはマナー違反も微妙な線でもあるとただ横から見るとお前ちょっと人としてどうなんだか<ー>確実に人間としての何かが低いというようなうん、うん、で、えー、とこれですね単行本の中ではですね具体的に私ども最終的に定義いたしました他者から見れば不快感を与える可能性はあるものの、えー、法律は遵守しているしうん、うん、自己完結しているつまりその他の人に迷惑 をかけるという行為ではない、うん、ためえ具体的な問題は起こらない行為もしくは考え方のことこれを引く見というふうに承しているわけでございます、えー、これがそもそもなぜ生まれたのかというこの概念誕生の瞬間ユリイカーとなった瞬間、うん、古川さん <laughs> はい改めて番組小坂古川の方から説明させていただきますとこれ何度も言ってるんですが何度でも言っておきましょう何度でも言いましょう、はいえー、もう数年前になるんですけどもこの番組のディレクターである美濃和田くんという男がいまして彼が番組の準備をしている間に、えー、カップラーメンを食べていたんです そのカップラーメンの名前も一応伝えときますと、はい、極ドロ特の煮ぼとんこつ、ラーメン全部ですよね。<laughs> 極ドロ特の煮ぼとんこつ、ラーメンと,とんこつがもう重なってますしね。<laughs> うん、はい、これをの食べていったんですけども、彼が麺を一通り食べ終わってスープが少し残ったと。 その時に当時番組の A.D. を務めていた山添くんという男がいました。現在鳥取でね、ええお役所で無事本当働いてるはずですがどうなんでしょうかね。はい。ラインのやめ方に問題があるという話がね、TBS ラジオ会話で言われましたかアラブピースさんの番組でも問題になってたそうです。この問題また別の機会で話したいと思いますので今日は話しませんけども。いいやつ最高というジャンルです。はい。いいやつ最高で彼がその目の前に身のあてくんの目の前に座っていてでスープが美味しそうだなとは実際思っていたらしいんです。ラーメンがおい 美味しそうだなと思っていたとただ箕輪ディレクターが山添君に対して「スープ飲む?」って言ってたら山添君が「はい飲みます」ってそれを受け取り飲んで「あ美味しい」ってなったと。<laughs> というのを私は真横で見ていて「<laughs> なんだかな?」と「なんだかな?」と「これは何ですか?」っていうふうに歌丸さんにその直後に僕はね その後からやってきたんんですよねいややなててっきたら「たまさんちょっと聞いてくださいこの件どう思いますか?」これ何ですかって僕もその「んだかな?」とこまい言ったわけなんですけどただ私はやっぱり「待て」とその食べ物を後輩に分け与えるのはまあいいとして山崎も食べたかったのはいいとして麺がちょっとでもある状態でね食べさせるならともかく俺はもういらなくなったものという状態をね ほっとけば捨てるというものを飲ますうん、うん、で、それをまた危機として、はい、はいっつって <laughs> ありがとうございます、はい、ありがとうございます考えて,て、ごくごく飲み干す <laughs>、はい、なんつうのかな彼らの中では完結してるのだろうが いやいやそのでその、ね、麺の状態であげればいいじゃんって、稲くんに言ったら、はい、いや、僕はあげるために買ってるんじゃないですかね、僕のものですからね、<laughs> なんて言って、でですねで言っとくと、彼は別にパワハラ的なことでは全くないんですよ、もう一回言いますよ、山添君は飲みたかったし、うん、飲むって言われて嬉しかった嬉しかったんです、うん、嬉しかったって、はっきりと言ってましたから、う,う嬉しそうに飲んでいたと。 というような関係性も含めたものが低みなのではないかというのが現状、われわれの到達点です,です、ね。つまり、別にめあの迷惑かけてないし、誰も傷ついてないんです、はい、この件では誰も傷ついてない、なんだらウィンウィンなんだけども。はい いやなんだかなってこういや面の状態からやるよっつっていうのが通じない感じねはいしかもここに入ってくるの例えば箕輪田君っていうその人の言い分で言うと例えばこれは捨てるよりは上げた方がいいじゃないかもったいないじゃないかはいこれ低みの中で非常によく出てきます低みでよく出てくるワードもったいないエコこれ危険あと煮沸すれば大丈夫この辺りが非常によく出てきますねはいということでうないさんは自らの低み的なまあこれ低みっていうのはね 低みって思ってないこともあるんですよね皆さんどうですか疑われる行為というのはでもこれもしかしたら前番組でもお話ししたかもしれないですけど小学校の時にその次の日の洋服を着て寝てました起きてから着替えるのがあの朝かったるいですもんね効率化これもよく出てきます効率化もよく出てくるワードですあ、なるほどこれはね皆さん結構低い これいい, <laughs> い,い服さこれ実際こういう投稿本に入ってんじゃないかな確か,あったかな、はい、服着て寝るあったかもしんないね,、はい、ねジャージ着て寝るみたいな人いた気がするんだよ当時はそこまでその何ですかねなんか外に出てきた服、うん、ジーパンとかにすごい汚れがついてるとか、うん、あまり考えたりしてなかった。 ののでてた方が次日まれるし本当はね寝汗とかかくし寝てる間だって分泌はいろいろされてますからね。とは思うけどもまあいいじゃない。まあそこまあよ。まあ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 俺がまあ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 しなということになりますまなまあまあいあまあまあまなまあ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 みあま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 あのあまあまああ 原点が分からなくなってるんで一応言っときますと映画「ナイスガイズ」におけるライアン・ゴスリングの、うん、が急に高い声を出すくだりが何か所出てくるんですけどライアン・ンゴスリングオマージュですお真似した感じはい。はいはい って大体そういういノリなんですねすげえかっこ悪いんですよ、この映画の『アイアン・ゴスリングは』は <laughs> 最,最高の映画でございます,すぜひ皆さんご覧ください、はい、シェーン・ブラック監督でございます。はい、さあということで、はいえー、と先ほど、ですね、えー、と音声のちょっと不手際でかけられなかった、えー、実際に投稿を受けた歌丸と古川がどういう対話をそこで繰り広げたのか、<っ>はい、そしてそれが誰かの手によって読み上げられると、どんなことになり、どんな味わいになるのかというのを、やっぱりっぜひ聞いていただきたいということで、うんうん、その受けの部分だけ、ちょっとじゃ聞いていただいてよろしいでしょうか。 ひっくいどうこしたケチってのはフロンティアかもしれないねやばい「ひくみ」という金塊が埋まっていますよ古川ママチャリを買った時の「これで一生電車賃かからないぜ」なんてセリフなかなか言えないですよ歌丸 居酒屋に行っても水しか飲まずおにぎりを取り出すとか普通できないよね古川でもこれはダメでしょうお店に行ったら何かしら頼まないと歌丸やっぱり穴が開いたらガムテープを貼り最終的には靴は履くものではなく巻くもしくは貼るものになっていたってくだりが素晴らしいですね古川でも T 君って。 本当に低いんでしょうか。歌丸むしろ高み古川ですよねここまで低い行為を追求するのはなかなかできないですよ。歌丸ある種の求道者だもんね古川独自性もあるしそこはかとなく精神性の高ささえ感じるじゃないですかこれはやばいねあの。 さっき移動のお供になんて言ったけどこれ、俺、運転中とか危ないと思うわ、ちょっと全国の飲食店とかで皆さん、すいません、2日いの音声が流れたかと思うんですけど前後にピアノの音声みたいなのついてたと思うんですけどあれ、実際に入ってるんです、ピロロンっていうのが区切って、このグルーブ感が皆さん、喜んでください、これ、フル尺何分かと言いますと5時間17分あります。 5時間17分30秒ありますえちょっと待ってあの藤井さんは5時間17分30秒こんな本をえっあの本のさあの箕輪田君とかと対談してるってこともあじゃん三人喋ってるシーン五人で喋ってるシーンもあるあ三浦大知君とか出てくんじゃん三浦大知君出てきますえそこも読んでんの全部読んでいただいてますマジで ちょっとやばくない？ブラックな仕事ですよね。これ秋田さん一人でこんなこと。藤井さん不二さんに話聞きたいわ。何を思って読んでいたか。どういう気持ちだったのか。しかも一回これはイントネーションはこれで合ってるんでしょうかみたいな確認までちゃんと来るんですよこっち側に。ああそうなんだ。玉ふるですか？ああ玉ふるですかみたいな。なるほどね。なるほどね。うんなんでこうすごいしっかり作られてるんです。ちゃんとそのさ古川って。歌丸つって。歌丸さんあれを聞いてどういう気分になるんですか？えどういう気分自分のセリ なんていうの、でも、なんかすごい、こう、なんていうの、俺の戯曲が。俺の戯曲が。戯曲が。ええ、俺の戯曲が、やっぱり、後世に残ったなっていう。ええ、出しますよね。ありがとうございます。いや、すごいわ、これ。オーディオブックやばいね。オーディオブックはですね、現在、え各種オーディオブック販売サイトというのがありまして。ええ、これが、ええ、千六百五十円にて、ダウンロード配信中です。時間で終わったら、すごいお得じゃね。五時間。五時間半。一週間以上持ちますよ、こんなの。 あのさ、三浦大知君のさ、うん、ファンの人、拡散して。ああ、どう、ね。三浦大知。<laughs> どんな、どんな形であれ、僕はおしっこしている人の前で歌いたくはない。これは来るわけでしょ、えー、彼がハンカチを持ち歩いてるか否かみたいな話も出てきま、ね。出ハンカチを持ってない時はどうするの?。ああ、いいですね。三浦。<laughs> 強めに手を振ります。<laughs> 島を、私と一緒だ。これあるわけでしょう。はい、すべて藤野さんがね、朗読されてる。ありがとうございます。藤井さんにちょっとお話を伺いたい。さあ、ということで、もうちょっとじゃ、あ聞いてみる。あ、でも、とりあえず、新ネタも、新ネタも来てらっしゃるので。新ネタ、はい、これに、やっぱり、人間に。低みの種は付きまじといったところでしょうか。令和になっても、低みは、残ってます。ね特にやっぱりさ、みんなステイホームの時間が長くなってさ。その、他者の目をさ、意識しない。

TBS ラジオをキーステーションに生放送でお送りしている「アフターシックスジャンクション」今夜は帰ってきたひくみ特集です。<laughs> ということでたくさんのとこが来ているということなんで <laughs> 早速紹介していきましょう、えー、最新版でございますいきますよ豆腐、えー、小僧さんからいただいたひくみメールです。去年の秋に見かけたたみですこれ人が,人がやってた 仕事帰りにコンビニに行きレジで順番待ちをしていたら僕の前にいた20代前半ぐらいの男性が1個100円セールで売っていたおにぎり5個とペットボトルのお茶を買っていました男性はカバンを持っていなく手ぶらだったので店員さんが「レジ袋はどうされますか?」と聞くと男性は「大丈夫っす」と言って会計後に着ていたパーカーのフードにおにぎり5個を放り込み。 ペットボトルのお茶を手に持ち、颯爽とその場から座っていきました。レジ袋有料化が生んだ、低みエピソードだと思いました。<ー>これでもさ、どう低いか、これ。かっこいいですね、もはや。かっこいい。なんか、颯爽とやってたら、かっこよくないですか。<laughs> なんか、なんかさ。そういうふうに使えるなら、使えばいいじゃん、っていう気もしなくもないけどね。うんうん、ちょっと気になるのが、でも、おにぎり五個に対して、ペットボトルが入ってると、<あ>潰れちゃうんじゃない。かな。ペットボトルは手に持ってるから。 ペットボトルは手に持つ。本当だ。もうダメオッケー。もうダメもうだめ。かっこいい。かっこいい。これは。でも、あの、パーカーの、その、深さがさ、それなりにちゃんと深いのと。パーカーがちゃんと、ちゃんとしっかりした作りじゃないと、五個も入れると、こうやって、こう、首が締まりますよね。こうやって、ぐーってなった状態になる可能性がありますね。 あとこれ見て思ったのはやっぱりそのなんか人からなんか入れられたりする可能性が結構ありますねパーカーはねこうなそのパーカーのフードモノ入れだっていうふうにこう他者に対してアピールすることにもなりますから捨てていいって今度聞いてみようかな誰がさフード着てる人いたらさこうやってガムとか捨てていいいいそれ自分が物入れとして使ってる以上そうなる可能性はちょっと危険性はありますよねでいいでしょいいよねそういうやつだよね今使ってないからいいよねそしてねまあでもなんかこれは なんかギリこの二十一世紀二千二十年代においてはなんか高みにいってる気もしますね。はい。なんか無駄にさ。うん 資源を使うやつよ要は「低み」っていうのはこうなかなかね前回一致で全員が「これは低みだね」っていうのは実は意外となくて、ねうんうん、人によったら、えーまあ、具体的に言うと美濃まねディレクターに今日メール全部読んでもらったんですよえー、えー、最初に一応ファクトチェック的な感覚でそ、はい、したら8割方「いやこれはライフハックです」って全部言うんですよ。 あの、ライフハック、ライフハックです。はい。低みじゃないですみたいな感じのことを言うんです。彼は、まあ、割とそこはライフハックのね。ライフハック幅が広い。で、彼は。ミスター低みだから。そうですね。はい。ということなんで、聞いてる皆さん、ひょっとしたら、これは低みじゃないんじゃないのとか。低みかもしれない。そういうのを考えながら、聞いていただくのもいいかと。思い。じゃ、次もね、やっぱ令和らしい、え、低みの投稿あります。ねこれも歌丸さんに読んでもらおうかな。ちょっと長いんですけれども。 まさにこう礼話、うん、ならではのこう単語も出てくるようなこれもすごく今っぽいひくみだと私は思いまし,、うん、ました。じゃあ行ってみたいと思います。えー、ラジオネームケイン根こそぎさんからいただいたひくみメールです。僕はウーバーイーツはもちろんのこと同様の宅配サービスを4種類ほど利用しております。複数利用している理由はいい感じのクーポンが来た時だけ利用するからです。まあ,まあまあまあ。 最近ここケチイなぁなんて言いながら「おっこっちはさすが使わせていただきやす」<laughs> そのセリフがさ使わせていただきやすみたいなノリの自分も相当低いと思うのですが本題はここからでして、えー、僕が思う高いサービスの好きなところの一つに自宅でアレンジができるというのがありますうん、うん、例えばお店でトッピングを頼む時チーズが乗っかるだけで200円とかするんです、うん、お店にいると何の気なしにトッピングを追加してしまいがちですが冷静に考えると1杯の皿にチーズがちょろっと乗っかるだけで2 200円となってしまいまいす <laughs> ま、ね、そんな僕が宅配サービスを利用してくよくあるアレンジ法の一つに <laughs> スープカレー3食分があります。アレンジ まずスープカレーをトッピングなしで注文し、届くまでに鶏肉、うん、玉ねぎを焼きます。うん、スープカレーが届いたら、自分が用意しておいたトッピング、えー、た鶏肉玉ねぎを入れて、大盛りになったスープカレーをできるだけスープをすくわずに、うん、翌日分を残した状態で一食食べ終わります。スケジュールだ三、ね、食だから三食分すごいでっかい状態であるので。はい <laughs> でそうで翌日、米を用意し2食目として冷蔵庫から出したスープカレーはほぼ自分でのっけたトッピングがなくなっているだけなのでなるほど <laughs> <あ>自分でのせた鶏肉と玉ねぎだけを食べているから鶏肉と玉ねぎのカレー味みたいな、うんそ,うね、そういうおかずになっている、ね、本来のだから届いたスープカレーの状態になってる <laughs>、まあほぼ新品,ぼ新品、ね、<laughs> まるで新品でして、えー、通常通り美味しく食べ終えますなるほどここでも気持ち残す感じでスープは食べるて三食目 残った汁を利用してカレードリアにして食べます一<ー>食目と同様鶏肉と玉ねぎを焼き米と一緒に混ぜてオーブンへこれで3食おいしいスープカレーを楽しめます、うん、これはスープカレーだけではなくラーメンにも使える噂でもあり <laughs> <え>ラーメン昔からカップラーメンとかでも同様のことをやっていました個人的にはおいしいスープを再利用しているだけなのですが<ー>なかなか人には言えない気持ちが湧いてくるので低くとして投稿させていただきましたということですこれはあのさ、はい あのー、衛生的なこと私やっぱりちょっとその衛生うるさいんで,で、ね、私は取るときにその最初の一食目の時にはい、はい、鶏と玉ねぎ取るきに、うん、要するにそのこっちで使った箸とかスプーンを,ーを使わないのはちょっとやれば要するにその唾液とかそういうんでバイ菌が入ると余計それはあの冷蔵庫に入れたとて、うん、食中とか元とかになったりしかねないですからそこは救いようだけは別個にするならば。うん まあこれ正直あれじゃねライフハックよりですかこれはじゃあかなどうですかうないさんいや全然ありだと思うんですけど意外にやっぱ手間かかるなってところがかなり手間はかけてます実は結構ケイン猫杉さんなんか自炊してんなっていうそうだね一気に達するんですよね要するんさ鳥とさ玉ねぎを焼いてるもんね焼いてだってご飯もだってお米これ多分ほとんど残した状 1日目に食べるのか別でついてるご飯をそうだね、送ってもらってそうだねそうだねでも確かにもう焼いてる時点で料理だし焼いてるしお米も炊いてるからイン猫ソギさんは料理そのものの手間を惜しんでるわけじゃないからですね節約家なそうそう。とスープカレーを心ゆくまで楽しんでいこうという探求心と思いますよね食分 だからあでも3食分と言いながら、うん、だからそス,スープカレーは1食分なの、ね、で2日目にまるっと食べるわけですもんねつまりでもこれってさご飯白いご飯とていうかそのさ、はい、味が強いベースのものがあれば、はい、そんなにその減らなくてもよくないみたいな、はい、うい,ういわゆる米の推進力と呼われるやつですね、うん、その米が進めば何でもいいんじゃんみたいなことですよ <laughs> 見てくれとかは別にいいんじゃんみたいな <laughs> 見てくれはいいけど,、うん、ど問題ないのかなこれ あとほらスパ,イス,スパイスはほら殺菌作用があるなんて言うじゃないですかだからまあまあ <laughs> まあまあじゃないですかこれはいけるんじゃないですかまあねまあまあ我慢できるのがすごいですね我慢にねああースープカレーを飲まないで我慢できるリスペクトみたいなことですかねさんにのね よくこうちょっとだけさちっちゃいさちっちゃいなこうショットみたいのに入れてこう <laughs> なんとかスープですみたいなさあ<ー>あの夏のサービスああの一番最初に出てくるそういうもんだとして最初はちょっとこうピッてこう入れて口に今味わっちゃってこういう味かって食したらなんら、うん、なんら口に含んどいて <laughs> 米をカラ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 って書き込むとあ口に含んどいて、はい、で次から次へとそのいろいろ入れていけば。 それは <laughs> 結構、議論を要する話ですけど口に含んでおけばっていうのを言い出すと、まあ、確かに最終的にはそうなるよねって言い始める人が絶対出てくるからちょっと議論はどんどん深みにはまっていきますからこれまあでも、これはその僕はそのラインを守ればその清潔と経済っていうところは両立できるのかなとだからその鶏肉だなんだじゃなくてももうちょっとその手間のかかんないもの例えば。 なんだろうな、なんか浸せばいいようなもの。うん,う,んうん、なんかね、パン、パン、パン<ー>。<laughs> 吸ってっ、ね、あれパン,っパンっ吸っちゃうから、ね、パン吸っちゃうから汁減っちゃうよね。あ鶏と玉ねぎそんな吸わないもんね。表面に付くだけだもんね。でもこれ。<laughs> あの他社が作ったスープカレーでやってるから、うん、なんか、うんうん、違和感感じるかもしれないですけどこういうのってお家で当たり前にやってるじゃないですかそうだカレーを作った後にそうそうだ何余かたカレーうどんにしたりとかカレードリアにしたりとか。 ここに置き換えたら普通だよっていう論法もあんまりでもやりすぎない方がいいです<笑><笑><笑>あの何かを見失う可能性も結構あるんでねまあでもとにかくその確かにスープ全面的にかける必要があろうかとそもそもスープカレーってさ汁多めになってるわけだからさ確かに、ねうん、じゃあそろそろ次行きましょうかね、うん、えと次はじゃああんまりこう時代がないあの時代を選ばず古典的な低みも届いてるんでこれじゃあうなえさんちょっと読こうかなタイムレスなエバーグリーンな低みですねこれは。はい ラジオネームかっちゃんのひくみメールですひくみということで私のやっているひくみを告白しますそれはティッシュペーパーの空き箱を捨てずに積んでおいて電話の時などの <laughs> とっさのメモ帳代わりにしていることです6面書けますしわざわざメモ帳を買わなくて済んでいます問題は見栄えが悪いことくらいです こんな私の低み、どうでしょうかこれはそのさいや見栄えだけじゃないだろ何ですか見栄え以外は不要に、機能に対して不要に傘を取ってるだろたかだかメモなのに傘取りすぎだろ6面掛けるとは言ってますよ要はさ、解体してないわけじゃん、この人はさ空になった空箱、今解体できんじゃん 解体せずに、はい、要するにその四角として使ってるでしょ、この立方、なんていうの、はい、6面かけますって書いてる以上は、もう立方体のままなんでしょうね、<laughs> そ,うねそれはさ、<う>場所飛んじゃん、だって、取りますメモ帳の数百倍取ります、そうだよね、<laughs> はい、メモ帳、このこの面積取ったらさ、<laughs> はい、もうかなり疲れるよ。百ページのメモ帳が置けるかっていうスペースですよね。 これはさ経済的と言えるのでしょうかっていう。だからそれをあの分解して紙を無駄にしてませんってんだったらこれはね、まあかなりライフハックですけど、単なるこうズボラ通か、あとそもそも書きやすいんだろうかっていう。そうだね。あ、ペコペコしてるもんね。ペコペコしてるしあるい乗らなくないですかキッシュペーパーの素材に確かに。筆ペンとかじゃないときつい。でもさなんてこともさ俺たちまだやらずにいたじゃん。確かに。 これだからやったら何言ってんの <laughs> 一回やってみと <laughs> でも私結構今のでヒントいただきましたよ<え>ヒントってだそのトださすがに空き箱を積み重ねるのはしたくないんですけど、えー、正直電話かかってきてとっさにメモを取らなきゃいけないシーンってそんなにないじゃないですか何回か電話かかってきたとしても、えーえー、なかなかそんなにないだから 今使ってるティッシュケースの6面で足りるんじゃないかなあ、つまり空き箱を利用する人は別にないじゃないかと貯めとかなくてよくて今現役で稼働してるティッシュの6面で足りるつまり電話メモはティッシュにするっていうことを常識にすればいいんじゃないかっていうことでもなくなった頃にちょうど6面も埋まるかなみたいななるほどねただこれ皆さん残念ながら僕やっぱりこうなんていうかなちょっとカッコつけっつうのあのティッシュもろ出ししてないんですわ ティッシュの外側にちゃんとケースに入れてこれはねあのー、小島慶子さんからプレゼントされた木、うん、木のあらあら超イケてるあれにイ<ー>ンしてるんでしっかりした硬いやつに入ってゃいますね触るはちょっとできないんで、ね、でも空き箱は残ってるわけですよね歌丸さんちにはねじゃあ 空き箱。空きでも、すぐ解体しますから、空き箱は。解体そこしないでおこうよ、一回じゃ。解体してやればいいじゃん、別にじゃ。いや、でも、こう一回試してみないとって、歌丸さん自身がおっしゃったんですよ。それは。だから、それは一回試さないと、これは。僕はまず電話出ませんしね。電話出ません。えまず、その問題があります。なるほど。電話出る人が試してください。議論が続かないですね。じゃ、ちょっと次の面で。行きましょうか。はい、同じく、じゃ、これもまた古典的な、時代を選ばない仕くみ。これも、じゃ、あうないさん、どうでしょう。 次はいかがでしょうか、はい。ラジオネーム、未確認思考文体のひくみメールです。また読み捨てしちゃった <laughs> ごめんなさい。いいんじゃないですか。未確認思考文体さん。思考文体さん。私は、雨の日に洗車をします。<laughs> <う> <laughs> なぜなら、な水道代がかからないからです。待って、今の一応で全てを戻らされましたよね。<laughs> もう。えー、<laughs> 夏などは、雨に濡れながら。 でで洗うのが好きで<れ>カーシャンプーの他に普通のシャンプーで思わず髪を洗いたい衝動に駆られることです特に夕立などは水圧も強く <laughs> まさに自然界の洗車機と呼べるのですがです、ね、もたもたしているとカーシャンプーがすべて流れてしまうのが唯一の弱点でしょうかそんな私の楽しいナチュラルネイチャー洗車タイムなのですが 家族からの近所に見られて恥ずかしいからやめてほしいという言葉により現在は泣く泣くお休みしております <laughs> これはその近所との距離感本当大事だよね大事ですね、はい、あの別に大草原の小さな絵でやる分にはね周り何もいないですからねここは手にということですけども、はい、まあね両隣普通にいる感じだとこれは、はい ご本人はだってねあの唯一の弱点っていうのは単にシャンプーがもたもたしてると流れちゃうだけだと思ってたのが <laughs> いやごやっぱ家族の目からすると。 唯一の弱点は他にもあるでしょっていうことだったんですね。ユダチを僕水圧を強くっていう表現が、あそう取るかっていうのはありますね。いやちょっとそのポジティブな受け取り方を学んでいきたいですね。ただこれさその自分が望んだタイミングで洗車できないっていう、そこは最大の問題でしょと考えても確かに。免許持たないの湯玉さんそこによく気づきましたね。でも多分そのこのねあの未確認思考分隊さんの考え方からするならば、いやいやそのさっきのあれじゃないけどそんなメモするね時来ないだろうと同じでそんなねいつも四六時中ピッ ピピカカしてたいいわけじゃなからまあ思い出した時イコール雨が降った時であればいいのだからそういう意味では普通の通常の洗車よりも頻度が高いぐらいだというかねもう清潔なぐらいでね梅雨時なんかピカピカだっていう可能性もあるかもしれないですよねただ雨ってさはいその問題ですそもそもちりをね含んでたりして雨がそもそもそんなにまっさらな水じゃないからねえ この人はただ髪を洗いたいのをぐっと我慢しているほど雨水に対する信頼感は高いんです。 まあねどうだろうね雨でこうわーってプラトみたいなエスでしょ小シャンクの空に小シャンクの空に急に降ってないとそんなことできないよ頭洗えるほどの雨ってさ最近東京はいろいろあるもんねそうだね頭洗える級の雨の時は多分避難勧告に出てるよ車とか洗ってる場合じゃないですよ昔で怒られてるかもれません何やってんすか本当だよね気をつけてねちょっとね頭洗ってて逃げ遅れたなんて勝利になんないからね そんなニュース我々読みたくないです読みたくない読みたくない,くいお願いしますじゃあ次の、えー、ひくみこれ歌丸さんにぜひ読んでいただきたいんですけど、えー、やっぱりひくみが進出しがちな、えーえー、ポイントやっぱ食にまつわるお話ですね残念ながらそうですねはい。でこれが非常にクリエイティブかつちょっとやっぱりこれは聞いたことないなっていうのが来ましたのでおおこれちょっと長いんですけど歌丸さんぜひお願いしますわかりましたにゃんころもちべえさんからいただいたひくみメールです お菓子を食べている時に不意に蘇がえった僕の子ど時代の食にまつわるルーティーンについてお話したいと思います、うん、低みへの意識の高い人の中には実践されている方も多いかと思いますがポッキーを2度楽しむ食べ方ってありますよね、うん、ポッキーを口の中に入れ折らないように慎重に舐め回すチョコレート えー、こチョコレートコーティングを剥がされたポッキーをティッシュの上で乾かすプリッツ化したポッキープリッツで <laughs> プリッツ化したポッキーを改め, <laughs> 改めて食べるというあれです文字通りした、ね、<laughs> 一から <laughs> そ,うしたそうした味わい尽くし方が味覚だけではなく嗅覚・聴覚,に,聴覚にまで及んだお菓子が。 札幌ポテトバーベキュー味でした。全くわからん。らんやり方ですが、これは当時よく通っていた古い映画館。え、桑名杵まで行っていた放送です。やり方で。やり方、でね、やり方ですね、うんえー。映画を見ながら僕は。 ポテトを口に含む、カッポロポテトって、だからあれだよね、ベュだから、ちょっと網網の、網のな感じ小さいですよね、枕っぽい形、1センチくらいですか札幌ポテトを口に含む、網目状の札幌ポテトにまぶされた美味しい成分のベロで、口に入れた状態でね、ベロで舐め尽くす、一度口から出し、鼻の下に移動する、なになになに 方陣な肉の匂いを楽しむ。ソムリエじゃん。臭そうじゃんもう。もう唾つきまくってるはずだけどね。今度は <laughs> 耳元に <laughs> 耳耳元に移動させるって <laughs> <何><元>。何な<元> <laughs>

最後にパクッと食べて飲み込む目では映画を見ている<ー>という五感を総動員したお菓子と映画の味わい方を楽しんでいました <laughs> 仲の良い友達推人と映画を見,見に行くのが通例でしたが暗闇で行われる僕の低いルーティンのことは誰にも気づかれていなかったと思います、うん、いや気づいていても気色悪くて指摘できなかっただけなのかもしれません <laughs> ああ久々に行きましたこのさそのさその,その口に入れたものを出してかっていうそのはいそこだよ、ね、プロセスとしてですねその、はい、低みにおけるその要するに唾液というこうファクター、うん、さっきも言ってみればさっきのカレーの話も唾液が一つの分かれ目だったと思うんですけど、はい、すみません食事中の方は申し訳ないですねこれ申し訳ないですけどちょっとまあ今日はもうこういうもんだと思って聞いてくださいこれこれうなえさんどうですか いやーそのーにゃんころモチベーさんは自分の唾液の匂いっていうものの抵抗はなかったのかっていう非常にのね、あのー、くしゃみをした後のねマスクが臭いなんて話をねしましたけど、ね、だからそれもあれじゃないそのちょいとした こう自分のその香りもさあ,ーあ,あと的的にに好好ききそのだから肉そのなんていうの肉フレーバーみたいなのかかってんじゃん。うん でもさ、なめ、なめ回してんだよね。そう、これがわかんなくて、その。ちょ待って。なにさんもさっきおっしゃいましたけど、札幌ポテトでそんなに硬い印象ないっていうか。う溶けちゃいそうな。口の中で。だから、慎重じゃない。慎重だから、慎重ですよ <laughs>、うん。慎重だからさ、多分さ、舌でベロで舐め尽くすって言ってるから。うん、その、びちゃびちゃにしちゃわないように、こう、<あ>口にこう。フェザ、フェザ。うん、うん。こうやってさ、こう、口の上で、かその、ベロので転がす感じ。<ー>で、こう、で、周りの成分だけさ、さささって、こう、なめ。

一度出しててて食ってるっるだけだ、ね、<laughs> 確かにね現実にねね客観的にはそうです、ね、うただこれね感心しましたその一つのお菓子をここまで創意工夫を凝ら,らして味わってる方がいらっしゃるんだっていうのはう、ね、これはやっぱなかなかのクリエイティビティだと思いましたねこれさポイントさ札幌ポテトバーベキュー味のあの網やみ枕状だからなのかね、うん、つまりその<ー>例えば札幌ポテトだとた,んただの棒じゃん。はははいはい、はい あれももでを含ププシシュュはしますけどただ粉の乗り具合とかやっぱあるんじゃないですか棒状だとなかなか外側に触ればないじゃないですかちなみに札幌ポテトは中に野菜の粒状になったなんかこうなんていうのかな入ってんのよ砕いたやつがぼちぼちが入ってんのよ僕正直溶かしきってそれだけ抽出できないかは口の中で口ラボで口ラボでちょっとそれはトライ口ラボ クチラボではいちょっとトライはしてみがちかもしれませんおっとこれはまた別の問題かな、うん、いやだからその何て言うかな食感を通じた口遊びと言いましょうかなるほどなるほど<ー>これちなみにあの味食べて周りのついてるやつを慎重に食べて、うん、で乾かして食べたら二度おいしいって、うん、的な料理には成り立たないですかね確かにカリッとまた戻ってる、ね、そうそうそう。ああなるほどね復活してるっていう、ねうん、だから味もおいしいし、うん ともすするししこれ歌丸さんんやっぱり試た方がいいいじゃなでか僕ねバーベキュー味が今あんま好きじゃない引退したみたいな昔好きだったもう卒業したみたいなやめてください指についたあとの取れなすすぎる感じが嫌なのじゃあ次もまた食にまつわるやつをこれも歌丸さんに言ってもらおうかなこれは割と最近流行りのある飲み物に関するちょっとこれは私低いですかねみたいないってみましょうノリピーさんからの低くメールです 恥ずかししながら告白します私はタピオカやフルーツティーなどの太いストローで具を吸い込む飲み物を <laughs> 具を吸い込む飲み物をたまに飲みますはい、はい、まあそれはいいよね、うん、そこで頭を悩ますのは具より先に液体がなくなってしまうことですだからそのタピオカだったらあのまん丸のあれがポコポコと残っちゃう具をあ、えー、ああ吸い切れないんですかそこで自然にやっていたのはえそこで自然にやっていたのは口に含んだ液体を さりげなく戻すことです <laughs> ちょっとポイントはなるべく唾液が混ざらないように気をつける,あなるほど戻してるとバレないようコップを傾けたり揺らして <laughs> 水位をカモフラージュすることですだって<ー>どうこれ俺あんまりタピオカとか飲まないんでこれウナイさん,さんあ、でもなるべくす液体を吸わないようには気をつけますねあ あのやっぱ汁けだけ先に飲んじゃわないようにやっぱ飲みやすいのは液体の方だもんねやっぱねもう圧倒的にタピオカが残るああやっぱそうなんだ液体が0%になってもタピオカ本来の80%ぐらい残ってるんですんのだから液体をこの戻すまではしなくてもこういう抵抗するのは非常に分かる気持ちは分かるだから途中であ飲みすぎたなって ってこう判断しないといけないってことですねこの場合はねそうです飲み込む前じゃないとダメじゃないですかそうです、ね、まさか飲み込んだ後じゃないでしょうからね一 <laughs> <う> <laughs> 芸ですからね,そね <laughs> 人間ポンプだしたから、ね、確かちなみに単行本の中にもそのカップラーメンを食べているときに、うん、ダイエットもしていてしかも塩分は体に悪いからということでスープを口にバーって含んで塩味を楽しんだ後にそのままスーッと戻すっていう投稿は確か <laughs>、えー、紹介されたことがありますねでその人はそれは飲まないんです確かそれを <laughs> ここ我慢できんのがすごいな飲まないからもうダイエットになりますよっていう話を <laughs> 味は味わったしね味は味わったしということでおっしゃっていていやー皆さんわかりますこれ低み完全低みよ別にその人の勝手だから <laughs> 勝手じゃんそんなのしかも自分の体に合ったものをもう一度取り込むだけなんで、うん、まあ、えー、まあいいんじゃない ありがとうございます,あいますじゃあこれ時間的にちょっと今日最後かな、これも、えー、歌丸さんにぜひ、えー、判断してほしいということだったので、えー、これ、じゃあ、これうないさん、読んでもらっていいですか、はい、ご本人、これは低、えー、みではないのか、いや、でも低みと言われても仕方ないのかみたいな、ちょっと境界線上にあるような話らしいので、ぜひ、じゃあ、うないさん、読んでみてください。はい、ラジオネーームスイカ大ののさんのくみメールです私には 夏になると大量のゴーヤをくれる友人がいますありがたい話ではあるのですがその入手方法は低みかどうか迷うものでもあります<お>ぜひ宇多丸さんに判断していただきたいと思いますきっかけは数年前異常気象で夏野菜が高騰した時に遡ります毎日のようにゴーヤを食べていた友人にも大きな経済的打撃で 今後の気候変動を考えると自分もスーパーに頼らない独自のゴーヤ入手ルートを作らなければと決心したそうです彼の本業は機械部品の営業で農業とは全く関係ありませんが北関東を中心に多くの工場との付き合いがありますそこで彼は営業資料に 夏の省エネグリーンカーテンの勧めという自作したパンフレットを添付 <laughs> ゴーヤの種をおまけにつけて各工場にばらまきました直接訪問した工場ではさりげなくグリーンカーテンを勧め結果10所ほどの工場でゴーヤ栽培が行われていたそうですそして収穫の時期友人がこれらの工場を巡回すると どこもゴーヤはタワワに実っています。よそして、どの工場も、うちのゴーヤが一番出来がいいという愛情があるので、<laughs> ちょっと色合いを褒めれば、必ず。何本かお土産にいかがですか <laughs> という話になります。やばいな。彼はフリーのゴーヤ営業のゴーヤを、営業の度に入手できる独自のルートを自力で生み出したのです。<laughs> ダーファでね。フリーのゴーヤ。うん。 2年目以降は1年目の取り組みをもとにパンフレットの内容も充実 <laughs> <ー>栽培を続けている工場は収穫量、出来栄えとも年々良くなっており <laughs>、うん、新しく参加する工場も出ているようです,いすごい友人のただでゴーヤがたくさん食べたいという人としては低い欲求は多くの工場を巻き込み省エネを通じて環境保全にも役立っています。<laughs> 彼がくれたゴーヤを調理するたびに彼の活動は高いのかな低いのかな考えてしまうのですこれは新しいよあのなんていうかな暴力型低みというかさ、<laughs> 知能反的低みと言いましょうか計画力の高さ計画反的低みと言いましょうか、はい、行動力の確かさあのちょっと心配なのは、はい、これ。 ラジオで今こう言ったらあれ特あれ殊詐欺とかさんかやたらとゴーヤの種送ってくるけどあれってバレんじゃねこれえそういえば TBS も夏になるとえゴヤあ玄関の前でグリーンカーテン育ててるんですよ栽培してゴーヤーのやばいじゃんこれ TBS もまとめてるうなぎさんのとこに何かゴーヤを変に褒めてくる人いませんか いい出来栄えですねっつってこれでもそのさやっぱこれすごいよこれすごいあのねうんと思うんだけど法に触れてる部分は一箇所もないし一個もないし損してる人もまあいないいないいないあのおっしゃるとり省エネにも確かになってるでしょうでくれてんだから向こうが向こうがかれと思ってくれてるように仕向けてるわけですから別にその分取ったわけじゃ盗んだわけじゃないからはい いや、これはすごいわ。各工場で育ったゴーヤーは、その働いてる方たちのご家族とかにも回ったりて、うん。ね、みんな喜ぶ。当然グリーンカーテン効果も当然ありますから。いや、これは。完全低みって言葉が。あ完全犯罪ならぬ。完全低み <laughs>。 して、これはちょっと電動入りしてもいいぐらいかもしれない、ね。いや、俺ね、なんていうかな、いろんな、こう、暴力かかってるじゃん、映画に出てくるさ。さ <laughs>、はい、だから、わ、危ないじゃん。うん、サノスとか、いろいろ計画してさ。すみません。ねはい、あれだってさ、じ、良かれと思って、ぜ、ご、はい、生命半分だとか言ってんじゃん。やってます。はい。俺、サノスの。はるかに上打ってた。<laughs> <laughs> だってつまりその自分の欲望とあとその理想の建前上の理想の実現を完全両立とそのみんなの幸せを両立だから非常に高い時点で実現させてますからねサノス的な行為をみんなに喜ばれる形でしちゃったみたいな,い、ね、な,なれこれはこれでその低みっていうかなんかもうなんていうかな、うんうん、偉人 <laughs> <何>いや本当に時代が時代だったら多分そうだねう国をまとめてますよね。<laughs> プロフェッショナルとかさ<ー>やるってもいいんじゃない。N. H. K. のドキュメンタリー番組で扱われるべき。という、うん、彼はゴーヤを。独自ルートを確保する。<laughs> 必要性に迫られた、ただ彼はただで食べたいだけだったのだ。<laughs> <laughs> ねえ。あ、すげえわ。これだから、投稿を送ってるこの、スイカ代の周りトットさんは、これを。いただいて、おこぼれを頂い,いてるわけですから。うんうん、あれ、この中で一番低いのは、地位て言えば、誰かといえば。もらった上で。はい。 ってしかもそだからこれいいのかなこれ本当にねそうそうそうお前俺のそのエンダ契のやつをばらしてしかもこれ低みでしょうかなんてお前ちょっと遠いところから見るそうだ目線でっつってこれはそうかもしれない誰が低みなのかわかりませんねっていう次さだってこの工場行ったらさ「ごやいいですね」ら聞きましたよラジオ聞きましたよ」まさかあるかもよこれ。 いやにしてもこれは感心しました。ありがとうございます。なんかちょっとまさかここまでちょっとビジネス書にね、の提を取ってましたけど本当にそういう感じでそういう感じになりましたね。ということでまあ今回到るあの到着してた新しいひくみまあ今ままでいっぱいあるんですけども今日はお時間的にこの辺りでしょ。うあそうですかありがとうございます。僕ちょっとね朗読もさらにもっとねまあ僕もだからオーディオブック買いますけど僕はあの朗読のおじいさんの日記聞きたかったですけどね。おじいさんの日記クラシックそれもありますね。なんとかだよどうやって読んでるか。たまさん死ぬ可能性あるから気を付けた方がいい。 <あ>聞くとき本当に笑い,笑いじにする可能性があります、ね、<laughs> マジで <laughs>、はい、あ、そう。やばいですまあ、はい、低みはやりましょうよ定期的にねいかがですかうなやさん今日低み特集楽しい,、うん、いやなんかなんですかね低くてうわーちょっと低くなじゃなくて、うん、あ なるほど参考になるって思うことが多いですでなんか人間存在の可能性みたいなことをね考えさせられますよねこれがの時期から僕ら人間参加って言い出し始めました、ね、そうですね、はい、多様性ですね多様性とか言い出しましたからそんなこんなで、えー、オーディオブック単行本オーディオブックのお知らせを最後にしておきましょうはい書籍「ライムスター歌丸もうなった人生を変える最強の自己啓発ひ <laughs> くみ」はイーストプレスから発売中、えー、本はですね1620円電子書籍は1458円そしてオーディオブック版は1650円で配信中です オーディオブック。jp ほか各種オーディオブック配信サイトで発売中オーディオブック「ひくみ」で検索してください YouTube でお試し版も聞けるそうなので皆さんぜひ YouTube 行ってみてください移動中と言いましたけど運転中とは非常にお気をつけくださいあとガムテープを貼った靴での自転車ていうか運転しながらは気をつけてくださいこんなでございます今夜はここまで帰ってきた「ひくみ」特集でした